先生、帰ってきたんだ。何か大事な忘れ物でも。私を心配して。そんなくだらないことまで気にするなんて、暇なんだね、大人なのに。この冷たくて騒がしい世の中も、私もどれだけ雨が降ったところで洗い流されてきれいにはならない。そんなことないんだって、バカみたいに信じられたら。